どうも、お酒は立ち直ってませんです。こんばんは。今日2022年の2月の17日でございます。アクエリアスですね。飲んでおります。おととい、コロナワクチンを接種いたしまして、3回目ですね。1回目ファイザー、2回目ファイザー、3回目がモデルナでした。で、1回目2回目ともね、会社の中でトップ3に入るくらい副反応の強さがやばくて、しんどくて、今回も事前にね、解熱剤をたくさんいただいておりました。はい、で、一昨日打って、すぐにね、もう体がだるくなって、腕が痛くなって、熱もちょっとかな、7度2ぐらい出始めて、死んでーってなって、で、そのまま決算です。 X1004 の決算を迎えました。みんなでね、ワイワイガイガイお疲れさんってやりたかったんですけど、しんどくて寝てました。で、朝起きて仕事行ってたら8度ぐらいになってて、で、ちょっと仕事したら8度7ぐらいまで行っても帰れってことで帰って、それでもまだ上がり続けて、昼ぐらいに9度5分ぐらいまで行きました。もう人生であんまりね、ここまで熱出たことないですよ。で、倦怠感もやばいんだけど、まあ、腕ね、腕もう今まだも痛いんですよ。これぐらいしか上がらないです。めちゃくちゃ痛いです。腕痛いのと、関節、手首、足首とかもう捻挫したみたい。もうすっごい痛い。物を取るのもすごい痛かったし、で、腰痛もじゃないのに腰がめちゃくちゃ痛いです。で、頭痛もするということで、これ最悪だ。3回目にしてこれ最悪の負担だなと思って、2日目昼過ぎてずっと寝て、解熱剤飲んで飯食ってみたいな、繰り返寝て繰り返して、で、夜も8度ぐらいで、またワイワイできず、第三国お疲れさん、もうまたワイワイできず、で、今日ですね。今日、今朝起きたら6度8とかだったんですよ。これは、さすがに2日目だから、大丈夫だろうと思ってたんですけども、だんだんなんか、あれ、おかしいぞって感じなんです。ぼーっとしてきて、これ熱上がってるなってして、仕事行って、ちょっと当たったら7度2ぐらいで、で、昼前で7度7になって、はい、帰れという。今、コロナ関係の対策で、もう7度5以上だと帰れなんですよ。で、帰れってなって、帰って寝て、解熱剤飲んで、今です。はい、で、今は6度5まで下がった。でもなんか解熱剤飲んで、無理やりなんか多分熱を落としてんだろうね。で、切れたらまた熱上がる。だけどずっと体は熱上がる状態なんですよね。やばいっすよ、もう。4回目は受けないですからね。大声で言いました。熱さましいと一応貼っておきます。はい、ということでいきましょう。第三国志でございます。はい、そんな中 X1004 がね、決算を迎えたということで、皆さんお疲れ様でした。千尾くんに戻ってきました。はい、で、結果ですね、輪廻法はどうだったかというと、はい、修復3つ獲得ということで、おめでとうございます。で、今回 X1004 は征服報酬の同盟はなしということで終了いたしました。はい。決算前にね、この勢力図一回出したんですけど、あれとはもうガラッとまた変わりましたね。もう、取って取られてと。ルロー軍のね、州府を。その繰り返しでした。で、領主ね、今マーズってなってます。輪廻法がこう持ってたんですけど、マーズに、返しました。というのも、優秀を取ったので、まあ、遺跡、最後ね、希望者だけ遺跡しますかみたいな話もあったんですが、まあ、取ったんならも返そうぜっていうことで、マーズに返還して、うちが優秀もらって3つということです。で、残り2時間ぐらいで、まあ、奇襲ね、奇襲今 COVID になってますけど、奇襲、ルロー軍だったんです。で、これを22時頃にアタックして、で、取ったと思ったら、青州もルローグに囲まれてて取り返されるっていう、えげつないことが起きました。で、そのままフィニッシュというところでございます。はい、すごかったですね。いやー、やっぱ COVID もね、ちょっと油断したんだよね。青州すらね、まあ紀州もなんだけど、得してなくてね、誰一人足場がやっぱなくて、なかなか近づけなかったっていうのがありましたし、ルロー軍であったオーロラ TGF エース、ね、この
同盟めちゃくちゃ強いから、めちゃくちゃ強いから、もしかしたらここはワンツースリーぐらい強いかもしれないくらいだったからね、うん、油断したのかなと思います。で、私が描いた、これはもう超個人的な私の意見ですけども、まあ、ベストはもちろんね、ルローグに1個も上げないのが良かったんですけども、まあ、ルローグ1のコビット4でも、まあ、良かったかなと。まあ、これはまた次の動画でちょっと喋りたいんですけど、海外勢がどうだったのか、どんな感じだったのか、別に、そう、非難したり、そういうことは一切しませんけど、どんなね、海外勢が外交だったり、戦争だったりね、そういうとこで動くのか、今後ね、グローバルでね、やりたい同盟もいると思うので、まあ、そこら辺の参考になればと思って、今度ね、喋りたいと思います。で、24日かな。次のグローバルのエントリーが24日でございますが、うちがまだね、やるかどうか、そこエントリーするかどうかはまだ決まってません。で、現時点ですごいね、もう輪廻法に入りたいとかいう、希望もあります。で、ツイッターの僕の個人的に、ナイキ一緒にしてください。やらせてくださいっていうね、のも来てて、ちょっと今の現時点でね、調整中としか申し上げれないんですけども、はい。来期も輪廻法で世俗、主人、主戦として40名で動きたいと思いますんで、よろしくお願いします。また、グローバルでやりたい方、ぜひお待ちしております。強い動画、ぜひね、来ていただいて、日本の強さを、ね、見せていただければと思います。さっきね、ちょっと、前者でも話したんですけども、オールアウトさんが、グローバルでのエントリーをされておられました。僕、実際、オールアウトさんはね、絡んだことないと思う、個人的に。ちょっと同じさんもなったことないと思うんですけど、間違ってたらすみません。めちゃめちゃ強い同盟だとお聞きしてるので、はい。どんどん、参戦していただければと思います。はい。ということで、報酬ですね。報酬です。いやー、やっぱね、もう、今回、まあ、最後、ガチャ引きますけど、もう、各挙も、半額までしか引きません。はい。もう、多いもらったしね。多いもらったし、宝物でも使いたいしね。もう、いいや、と思って、はい。で、何よりね、この宝物の、石油三鉄、所要手段。まあ、ちょっと前回の動画、変な動画作りましたけどね、しんどくてさ、でも、今日出したいなと思って、しんどい中ね、顔出しとかね、声出しせずに、映像だけ編集したんですけど、はい。無事1個帰ってきたんですけどね、分解で。はい。これでゲットして、いよいよね。私も伝説武器作れるようになるかなと思います。白狼も最初と思ったんですけど、白狼、まあ、強いんですよ。白狼強いけど、なんか、回復より商用万人とか、攻撃系の武器の方を作りたいなと個人的には思ってるんですけど、まあ、来期は2本ぐらいは作りたい。なのでガチャも引きませんということです。ということで、まあ、一応引いとこう。1と2どっちにしようかな。1がいいか。あ、1が良さそう。まあ、出なくてもしょうがない。まあ、SP、SP と。おー、でげえ。でげえっす。1体出ただけでも十分でしょ。です。たーす。です。各1。はい。です。です。あ、もう一回引いとくか、最後。はいー、そんなもんです。はい。餌ゲットしました。はい。ということで、戦備区に戻ってまいりましたので、まあ、24日でエントリーしなかったら、またね、かなり暇になってしまうんですけど、まあ、そのためにね、任天堂、なんかオンラインに加入して、ファミコン、スーパーファミコンのね、タイトルをたくさんできるということで、加入したの。数百円で、ね、加入できるんですけど、月。それなんかマザーがある。ちょっと、ね、マザー、やっていこうかなと思います。まあ、第三国志のもね、動画いろいろ出していく。はい。よろしくお願いします。今夜もゆっくりします。明日はさすがに、3日目はさすがに副反応ねえだろうと思ってます。ということで、お酒は私になってませんでした。